どうも、ベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんにお届けしていきたいと思います。今日皆さんに紹介いたしますのはこちらです。コンビニ大手3社肉まんを比較してみたでございます。さあ今日はですね、コンビニ大手3社のこだわり抜かれた肉まんを食べて比較していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行きましょう。レッツゴー さて買ってまいりました。こちらが大手3社の肉まんです。左から順番にファミリーマートさんの肉まん、そしてローソンさんの肉まん、そしてセブンイレブンさんの肉まんです。早速中身を開けていきます。袋から取り出してみましたけれども、見た目からして3社ともそれぞれ形が異なるようです。 まずこちらのファミリーマートさんから発売されているこちらの肉まんのお値段は130円です。そして真ん中のローソンさんの肉まんは税込み価格140円です。そして一番右のセブンイレブンさんの肉まんも同じく140円でございます。これで言うと値段的にはファミリーマートさんの肉まんが他の2社に比べて安いのがわかります。それではこのように包丁で2つに切って で中身とそして味を確かめていきたいと思います。まずはこちらのファミリーマートさんの肉まんから見ていきましょう。皮が非常にもっちりとしていて、肉が結構大きくて肉感が強めな印象を受けます。一口食べてみると具がぎゅっとまとまっていますので、具を噛む時の歯ごたえを感じることができました。そして具材のタケノコのコリコリとした食感もとても印象的でした。 続いてはローソンさんの肉まんを見ていきます。ローソンさんの肉まんは何と言っても皮が特徴的なんです。皮が非常に咲きやすく噛むときにそこまで力を入れなくてもサクッと歯が入るほどの食感をしています。そして具材の肉はハンバーグみたいなジューシー感を感じることができ、タケノコの食感はローソンさんが一番強かったです。そして最後にセブンイレブンさんの肉まんを見ていきましょう。 一口セブンイレブンさんの肉まんを食べていただくとわかるかと思うんですが、味にかなり特徴があり、この3社の中でも特に中華系の味が濃かった印象を受けます。具材は肉の食感も強くて、タケノコのコリコリ感も感じることができました。より本格的な肉まんを目指した結果なのかなというふうに思います。以上、今回はコンビニ大手3社の肉まんを食べ比べしてきました。個人的にはローソンさんの肉まんが一番美味しかったと思います。 寒い日がまだ続きますが、ぜひコンビニの肉まんを食べて体を温めてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理や日本酒など多数動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、See you!